しょうがねえな。簡単な算数出してやるから、パパッと答えて面目保てよ。うん、任せて。行くぞ。たけし君は500円を持ってコンビニに買い物に行きました。時速何キロで？そういう問題じゃねえから。タクシーに乗ったら500円じゃ足りないわね。なんでコンビニまでタクシー利用するんだよ。最近の子は足腰が弱いから。まあ、めんどくせえな。移動手段は徒歩。たけし君が足に怪我していたとしても。たけし君、まさか病院から？そう、手術が怖くて病院から抜け出したんだよ。たけし君、負けるな。もっと強い心を持って。問題は。とにかくだな。たけし君はコンビニに着いて100円のジュース2本と120円のパン2つを買いました。子供がコンビニでジュースとパン、育児放棄の可能性が出てきたわね。だから余計な設定足すなよ。だって不自然じゃない。その日はたまたま両親が留守だった。そして戻ってこなかったのね。なっ、それじゃあたけし君は。そう、書き置きを見てしまった。なんてこった。それでダークサイドに落ちていったというのか、たけしのやつ。お姉ちゃん、とにかくパンを2個、ジュースを2本買ったんだ。さてお釣りはいくらでしょう。60円。60円じゃないかな。兄様、当たってる？え、ああ、うん、すごいね、エリスちゃん頭いいんだ。うーん、